こんばんは、キーナです。今日は100均でザラチェックということで、表面つるっとしてるけどザラザラして見えるタイプのものと、あとこっちですね、実際にザラッとするんですけども、よりザラザラ質感が楽しめる2種類作ってみました。でこっちの表面つるっとタイプはすごく簡単なので、明日ショート動画の方に載せたいと思います。でこちらは気をつけてほしい箇所が何点かありますので、解説しながら今日やっていきたいと思います。はい、では地染めの場合は事前にベースジェルを塗って硬化した後に、ダイソーのグレージュ、こちらを1回か2回塗って硬化しておいてください。でその後にチェック柄を作っていくんですけども、チェックの上にがっつりトップを塗るわけではないので、この時点で必ず厚みやフォルムをね、整えておいてあげてください。もったりしたトップコートがありましたら、そちらで一回仕上げます。ワンカラーで終わる時みたいな感じで、ここでね、完全に仕上げてしまいます。一回硬化します。では次にマットジェルを塗ります。こちらは薄塗りで大丈夫です。硬化します。そうしましたら、セリアのアイシングクリアをチェックにしたい範囲に塗っていきます。で次に使いますのが細かめのグリッターになります。私はダイソーさんのグリッター 6P セット、ピンクの中にここにですね、白い細かいのが入ってましたので、そちらを使ってます。ちなみにこれ6個セットなので、一つ一つがね、量が少ないんですよ。なので2個分これ入れてます。でアイシングを硬化しない状態でこんな感じでなめにつけていきます。で全体的についてしまうんですけども、このまま硬化します。では硬化したので粉を払っていきます。こんな感じです。では次にキャンドゥのホワイトがあれば、キャンドゥのホワイトをパレットに出します。結構シアーな白だとチェックがにじんでしまう場合があるので、なるべく顔料濃いめの方がいいかなと思いました。でこのままチェック柄を描いていきます。こんな感じで最初私はポンポンポンと置くように書いてからつなげました。で量が多いとこのザラザラ感が消えてしまいますので、あまり多すぎない方がいいかなと思います。ちょっといびつですが書けたので硬化します。で硬化している間にこちらにグリッターを出します。そして白ジェルと混ぜておいてください。このぐらいにしておきます。で次にパールのせていくんですが、今回はキャンドゥのこちらですね、これの一番小さいパールを使ってます。乗せたいところにセリアのアイシングを乗せます。こんな感じで仮硬化します。そしたらこの境目のところをラメラインを引くような感じで、先ほど白ジェルと混ぜたグリッターを乗せていきます。でこのガタガタ感が可愛いんですけど、あまりにもひどい場合はちょっとね、筆で修正してあげてください。硬化します。では最後の仕上げにパレットの方にマットジェルとツヤトップ、ツヤのトップジェルを出しておいてください。そしたら筆にマットでもツヤの方でもどっちでもいいんですけども、少量をつけて、本当にめちゃくちゃ薄くですね、こんな感じで塗っていきます。
で、その次にツヤトップですね。こんな感じでまばらに混ざり合うような感じで塗ります。そしてパールの部分が気になる方はもう一度、この上はツヤのトップで、アート筆とか細いタイプのもので塗ってあげるといいんじゃないかなと思います。で、このパールとパールの間にもし隙間があれば、こんな感じで少量ずつジェルを流し込んであげます。で、これで硬化して終わりになります。はい、というわけで今日は100均でザラチェックということで、こちらの工程が多い方を解説しながらやってみました。で、ポイントとしてはチェックに行く前に必ずトップで仕上げてしまうことですね。厚みやフォルムもその時点で作っちゃってからチェックに行くといいと思います。あと仕上げはですね、マットとツヤのトップ2種類使ってかなり極薄で仕上げております。少しね、表面はザラッとしてしまうんですけども、よりザラザラ質感が可愛いかなと思いますので、もしよかったらやってみてください。で、こちらのツヤの方は明日またショート動画の方にあげますので、そちらもよかったら見てもらえると嬉しいです。いつもコメントやいいねくださって本当にありがとうございます。またいろいろ冬ネイル作っていきますので、チャンネル登録高評価もいただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。ではまた。